これは砂糖の結晶です。圧力を加えるとなんと自身で電気を生成します。単純な結晶がなぜ小さな動力源のような働きをするのでしょう。砂糖には圧電効果があるからです。圧電体は機械的応力、例えば圧力、音波、その他の振動を電気に変えます。逆も成り立ちます。1880年、この奇妙な現象を発見したのは物理学者ピエール・キュリーとその兄ジャックです。特定の結晶の薄切りを圧迫すると正と負の電荷が対面に現れることを発見したのです。この電荷の差、つまり電圧が生じ、圧迫された結晶が電池のように回路内に電流を流すのです。順序が逆でも機能しました。これらの結晶に電気を流すと変形したのです。これら両方の力学的エネルギーを電気エネルギーに、電気エネルギーを力学的なものに変える結果は特筆すべきものでした。ですがこの発見は何十年も日の目を見ませんでした。最初の応用は第一次世界大戦中、ドイツの潜水艦を発見するためのソナーでした。ソナーの発信機の中の圧電水晶は交流電圧を加えると振動しました。これが水中に超音波を送り、それが物体から跳ね返るまでの時間を測定することで、その物体までの距離が分かりました。力学的エネルギーを電気的なものに変える逆の変換については、手を叩くと点灯するライトを考えてみましょう。手を叩くことで空気中に音波振動が送られ、圧電素子を前後にたわませます。これで LED を点灯させるだけの電圧が生成されますが、点灯を維持するのは従来の電源です。では物質が電圧効果を持つ理由は何でしょう。答えは2つの要因で決まります。物質の原子構造とその中で電荷がどのように分布しているかです。多くの物質は結晶体です。つまり原子またはイオンが秩序正しく3次元立体構造の中に配列されているのです。その構造は何度も繰り返す単位光子という構成要素を有しています。ほとんどの非圧電性結晶物質では単位光子内の原子は中心点の周りに対照的に分布しています。ですが対照中心を持たない結晶物質があり、それが圧電器の候補となります。水晶を見てみましょう。ケイ素と酸素で構成されている圧電体です。酸素はわずかに負電荷を、ケイ素は正電荷を有するため、電荷の分離、つまり各結合に沿った双極子を生成します。通常これらの双極子は互いに打ち消し合うので、単位光子中では小微の電荷分離は起こりません。ですが水晶が一定の方向に圧迫された場合、原子は変化します。電荷分布が非対称となってしまうため、双極子は互いに打ち消し合えなくなるのです。伸縮した光子は片側では小微の負電荷に、他方では小微の正電荷になってしまいます。この電荷の不均衡が物質全体で繰り返され、相反する電荷が結晶の対面に集まります。この結果、回路中に電流を通せる電圧がもたらされるのです。圧電体それぞれの構造は異なりますが、対照中心がない単位光子を持つという共通点があります。圧電体への圧迫が強いほど生じる電圧は大きくなります。代わりに結晶を引き伸ばすと電圧が切り替わり、逆方向に電流が流れます。圧電効果を持つ物質は想像以上にたくさん存在します。DNA、骨、シルクは力学的エネルギーを電気エネルギーに変換できます。科学者たちは様々な合成圧電体を作り出し、医療用画像からインクジェットプリンターまであらゆるものへ応用してきました。圧電器により水晶は周期的に振動し、時計の時間が正確に保たれます。他にも誕生日カードのスピーカーや、カチッとスイッチを入れるとバーベキュー用ライターのガスが発火する火花の要因でもあります。圧電素子は今後さらに一般的になるでしょう。電気の需要は高く、力学的エネルギーは豊富ですから、すでに乗客の足取りを自動改札の電力に利用している駅や、圧電機でライトを灯し動力するダンスクラブがあります。バスケットボール選手の走りがスコアボードの動力になるでしょうか。街を歩けば電子機器に充電ができるようになるでしょうか。圧電機の今後はいかに。チャンネル登録をお願いします。そうすれば新しいことを学ぶチャンスを見逃さないでしょう。